こんにちは、速稼塾の久保です。芸能界に疎い私でも星野源さんと新垣結衣さんっていうのは知ってるんですよ。新垣結衣さんっていうのは確かね、パパと私のなんとかかんとかっていうね、あのお父さんと新垣結衣さんね、舘ひろしさん役のお父さんと新垣結衣さんの女子高生が入れ替わるっていうね、性格が中身が入れ替わっちゃうっていうドラマがありました。パパと私の7日間だったと思うんですけどね、非常に面白いドラマだったなと思いまして、ブルーレイを買ってね、今でもたまに見ちゃうんですけどね。で、その新垣結衣ちゃん、なんかとっても可愛らしい女の子ですよね。うん、あの当時ね、私ね、モーニング娘。の一人かなと思ってたんですけども、違いましたね。はい。で、星野源さんはここ1年で知ったんですけども、まず一番最初に知ったのは、安倍総理とコラボ動画を無理やり作ったみたいなところで大こけして怒られてたみたいなね。うん、そんなところに星野源さんがギターを弾いて出てるみたいなね。うん、お家になんとかみたいなやつでしたかね。ちょっと見たことないんですけども、その動画で知りました。でももうちょっと前にコウノドリっていうドラマね、これパート1パート2ってあるんですけども、こちらの方で確かちょっとね、ジャムパンの好きな性格の悪いでもとっても優しい医師の役、お父さんの後を継いで町医者になるっていうね、そんなストーリーだったと思うんですけども、それを見てね、感動した覚えがしますね。でここ1年感じたのは、あの結婚したい女性が求める男性の平均値に星野源さんみたいな人だったらいいなみたいなのが結構上がってきたのって知ってるんですよ。そう考えたら男性の平均的な、まあ容姿がね、高望みしないんです、見た目は星野源さんでみたいなね、年収500万でみたいなことがありましたけども、星野源さんが平均的な男性だとすると、それに釣り合うのが新垣結衣さんってことになりますよね。新垣結衣さんっていうのは芸能界でのキャリアもあって有名人で、 CM にも出ててね、がっぽり稼いでるし、とても可愛らしい方だと思います。まあ年齢わかりませんけども知らないんですけどね、30何歳とかですかね。これが釣り合うってことは、じゃあ星野源さんを求める女性は新垣結衣ちゃんみたいなキャリア、年収、見た目じゃないとなかなか釣り合わないってことになって、これなかなか珍しいケースじゃないかな、どこが平均的なカップルなのかなと思っちゃいましたね。というのをなんか今回のね、星野源さんと新垣結衣さんの結婚の報告によって私は感じた次第でございますけども、皆さんどのように感じました？なんかね、ついつい人のことなんですけども首突っ込んじゃいたくなるのが恋愛事情ですよね。それではお幸せに、新垣結衣さん、そして星野源さん。